じゃ、そうしたら、残りの時間に、あの、皆さんから、あの、ぜひ、あの、質問してください。まず、離島奪還計画、これと。もう、無理ですよね、これは。あの、取られたら。あのそう、もう、むずか、だから、取られないように。う日本政府が。 やなないといけないとけ、うん、だけど、うん、彼らの,あの日本政府の尖閣政策は取られてから自衛隊を派遣するということだけれども、それがアホ、関西, <laughs> 関西で言えば。だから、政策がないあの、無策だと私は見ている。うん あの離島奪還だけじゃなくて土地の今、買収がえ今、北海道なんかで進められてるんですけどこれはもう、買われたら取り返すことができないんですよ。でこあのー、産経新聞の宮本編集委員と対談もしてその時にあにそういう話も出たんですけど、まあ、無理だと。 でアメリカでは大統領令であの1回あの取,られ取得されてしまった土地に関して事後法的にです、ね、取り返すことができることはできるらしいんですけれどもそれでもアメリカでも今、中国資本等で相当な土地が買われていて、えー、審査が追いつかなくてアメリカもかなり危機的な状況だという報道もあるんです。よねなの,ので、ね、本当にあの取られる ようにしておきながら取られて返せっていうのは本当アホっていうことになると思うんで、取られないようにしないと絶対いけないと思います。中国のあの人工島を作ってますけど、出てけっつったって出ていかないですよ。絶対もう無理ですよね。それはもう戦争やるしかないっていう状況になりますんで、離島奪還計画をあの <laughs>。 する前に、与那国島に今度自衛隊のですねあれすごく効果的ですし宮古島だって、えー、もう離島にやっぱりあの置かないといけないいいとけですよ、ね、中国中国共産党なんですけれどもあのここはですね本当にあの 力を入れないといけないいいいとととけころだと思いますで今中国の例えばですね今日ちょっとさっき持ってきたんでえっとですね皆さんあのタンクマンって知ってます天安門事件来年が30周年で天安門今年24年目6月4日の六四天安門事件でその時にあの皆さん生まれてなかった。 ですよねなんですけれども、私は学生だったんですが、天安門事件で、この軍,軍のですね戦車が入ってくるときに、あの1人、ですね、えー、若い学生が、ですねあの無名の反逆さってあの言われてるんですけれども、えー、戦車の前に立ちはだかったです、ね、男性がこういるんですよで、この人がどうなったのかっていうのも、諸説、いろいろあるんですね。 えー、産経新聞の記者の方が出した本によるとこの人ではないかもしれないんですが、えー、学生の上を戦車が通っていって2代目も通って3代目も通ってもう道路のシミになったっていうふうに書いてます。 で私が中国で聞いたのは1代目の戦車が入ってきて2代目の戦車はゴミを集めているように,に肉の塊骨の塊を集めて3代目の戦車は水撒いていったっていう話を中国で聞いたことありますけどこのですねタンクマンと言われる人この人にですね、えー、この写真をユネスコの世界記,記憶遺産にですね登録しようじゃないかということを。 あのヨウ・ケンリさん、ヤン・ジアンリさんっていう人が、ですねこれ、あの天安門からあのの事件の頃にですね活動家としてやってた人なんですけど、あの刑務所に入れられて、その後アメリカの方で今、あの亡命してやってる方です、この人が今やってます、で、えー、幸福実現党でもあの協力してくれっていうことで、えー、署名活動ですね、 や,みやりますんでぜひ、あのー、これネットでウェブサイトで、えー、登録できるようにあのやりますのでぜひお力をいただければと思います。で、今あの、この中国の内情自体が分かんないと人権の問題言えないと思うんですが今月のリバティ、こちらにあの詳しく書いてましてなんとですね、ウイグルでは国民のですね自治区の9割に当たる1900万人の DNA や血液サンプル、指紋 瞳のの高などのデータを全部収集してるんですよでもあのカシュガルだけじゃなくて空港だとかいろいろなところにです、ね、あの臓器の輸送道路っていうこれ,これあるんですよで。臓器取られてるんですよ。で、みんな殺されてるんですよ。で、若い男性が全員取られてるんですよ。で、本当に怖い状況で、それなのに日本人がですね、すごい冷たいって言うんです、みんな。 六四天安門の以降、日本に亡命というか、日本に来たあの中国の方、私も接触する人いっぱいいるんですけど、あんまりにも日本人が冷たくて、天安門事件の話をしても、反応もないし、自分はこういうあの気持ちでこうやって戦ってるんだって言って、あ、そうですかで終わっちゃうと。だからもう、アメリカに今度また亡命しようかっていう話をする方だっているんですよ。とにかく冷たいということで、 あの言われておりまして、あのー、一体何が起きてるのかがなんかピンと来ないと多分自分の問題として、あのー、取り組めないと思うのでぜひ、あのーね、納得するまで自分を説得してくださいよ。 あのこうやって文章になってるのを読んだだけじゃ分かんないんだったら話を聞きに行ってくださいよで聞いた後に話者である例えばホーリンコンの人ウイグルの人チベットの人南モンゴルの人いたら直接話してメルアド交換するなりまたあの友達だっていっぱいあの作れると思いますよあのこのヤンさんでもウイグルの方でもみんなそうですけどあのすあの すさまじい危機感であのいますのでここがあの理解できないとです、ね、まず共感もできないと思いますのでこうううに自分を納得させるまで,です、ね、あのやっぱりさらにこの日本にいるとなんか大丈夫なのかなとかって思い始めちゃうんですよ、また。なので常々危機感を自分にです、ね、突きつけないとあのぼや,ぼやーっとしてです、ね、自分と関係ないような感じになっちゃうので。 えー、本当にこの平和ボケの洗脳に、じゃれれないように、ですね、あのー、やっぱり自分を、えー、に正しい情報、世界の情報を入れてくださいよ、で私はいつもあの1人になると、あのこの時間に、あのー、ウイグルで、今の時間も死んでる人がいるのかと思っていてもたってもいられないっていう、もうこういう感じにあのなりますね。 なので私が怠けたらあの、人が死ぬっていう、あの、いう気持ちが今の私を、あの、駆り立てておりまして、えー、これはね、なんとか、あの、しないと、あの、人間としては、私はいけないと思ってますんで、あの、ぜひですね、あの、このタンクマンの、この、あの、動きだけじゃなくですね、ぜひ皆さんも、 お金が貯められるんだったら一緒に国連行きましょうよ、ねあのあのね、意見を言いに行くなり状況を見に行くなりあのしましょうよ、あるいはで私はもう中国行けないですけど中国あの行ってくださいよ、私があったら相手の人が迷惑かかっちゃうんで私はもう行けないんですけど皆さんい行ってみてくださいよ台湾で話聞いてくださいよ。 あの北朝鮮の国境線まで行って総合鏡で見てくださいよ、てあの半門店まで今行けますからテーブルに線が引いてあるところまで行けるんですよ、あのぜひ若い皆さん、あの直接行って話聞いてくるとあのいいと思いますね、まあ、そういう意味であの自分がそ,そういう意味でですね、あのり立てられるようなあの危機感まで、負、えー、に落とせなかったら、あの ある意味政治家としてはあの全然だめだなって思いますんであのぜひ一緒にあの勉強させてもらいたいなとあの思っておりますやっぱり釈先生がやっぱりその、うん、いろんな意味で理想的なあの、まあ、政治家とかあのあ特に同世代の方として私はいつも 尊敬していますでやっぱりあの考えるんだけどなく行動するんで行動するんだけどなく感じる、うん、だからその相手のことをあ、まあ、感じていって 付き合ったり、えー、見たり、勉強したり、交流したりしているので、それは本当にあのあ、まあ、憧れの存在だなと思っています。すいますせん、はい、ロバート先生見て思うんですけれども、もう一貫してるんですよ、誠実さという意味で,で。例えば幸福と付き合うなと言われたことだってありますよね。もう頻繁に言われて <laughs> 今,今でも あのこういうところにです、ね、あのなんか見えてくるところがあってです、ね、例えば、えー、ウイグルのです、ねえーまあ、トゥール・ムハメットさんという方があのこの間私たちのところに来られたんですけど幸福の科学につくとはあ,のあれしろなんてよく言われるそうですよ。そういう時にあの自分が誰と付き合おうと自分の勝手だろっつって逆に言い返して。 そういうこと言ってくるのはだいたい宗教はあえへん,んだとか言ってるような左翼が多いんだとか言ってですねあの逆に戦ってくれたりしますねそういう意味で人間性として柱がこう軸が取ってる人っていうのは自分に自信がある人はあの逆によく本質を見抜いてあの付き合ってくれるのであの本当にありがたいなと思いますありがとうございます <music>